ビューティフルレイン。諦めなければ夢は絶対叶うんでしょ。ということで、ミユの新しい夢はお医者さんになる。野口英世さんみたいな立派なお医者さんになって、ミユが父ちゃんの病気を治してあげる。ねえ、まあ子供としてはね、ええこと言うてるんでしょうけれども、うん、まあ実際考えるとね、今まだ小学生ですから、うん、大学行って医大出て、医者になった頃には、父ちゃんの進行もどこまで進んでるか分からへんわけであって、そうそう。その頃にはもうミユが誰なんか分からなくなってる可能性が大ですから。ねえ。うん、まあ普通にすんなり行っても、あと17、8年はかかるということで。はい、まあそれまではね、ケーキ屋さんとかバレリーナとか、そういういかにも子供らしい夢を追っていたミユなのに、まあそれが一変して大学に行って医者になると。そしてまたすぐにそれを実践するあたりね、偉いね。勉強しませんもんね普通ね、そう言うては見たもののね、うん、小学2年生がね、宿題以外に勉強するっていうことはね、なかなかいないですね。まあだからこそ、そんなミユの姿が切ない。でまあ考えたら、こうして非常に前向きになってるミユだからこそ、最近は涙のシーンというのがなくて。もう全くないですもんね。それはまたそれで余計によりけなげさを感じてしまって、余計にもらい泣きしてしまうというか。でそれからね、ケイスケとミユの二人を一緒に支えてくれるあの中村産業のみんな、助けてあげようという気持ちはわかるんですけれども、一緒に住んでるわけじゃないじゃないですか、近いとはいえ隣じゃないですか、でまあ今は暑いんでね、クーラーぐらいやったらええんですけど、これから寒くなったらストーブも使うわけですし、ましてや毎日あれ火つこって料理してるわけでしょ、でまああの同じ病気じゃないですけど、僕の知り合いの人がね、ちょっとある病気になりまして、で一人で住んでる時にカレーかなんかを温めてたのを完全に忘れて寝てたらしいんですよ。でそこでたまたまお母さんがポッと行ったから、火は止めたものの、そのままつけっぱなしてたらどうなってたんやろうか、そういうことも考えられるわけじゃないですか、それであるんであれば自分のところに呼んでくるとか、もう食事も全部こっちでせえとかね、まあケイスケとしてはね、なるべくできる間は自分たちでやりたい、はい、でもそれをある意味必要以上にかまっていかなければならない、それがこの病気の本来の姿かもしれない。はい、まあね、仕事の上でもね、ケイスケはヘマをやってしまったわけで、はい、あれで取引先が一つ減ってしまった、うん、ただすごかったのは、それに対しても、そんなことはもともと計算済みで、そこまで考えて、でもみんなで一緒に頑張ろうというふうに決めた、だからこそ前向きにならなければいけないと、この意思疎通ができていたっていうのはすごいですよね。ねえ、中村産業のみんなええ人なん分かるんですけど、ただあのお得意先ってあれがなくなったら会社が傾くんじゃないかというぐらいのお得意先やったわけでしょ、そこまでなれるもんなんかなと思ったりもしますけどね。でまあね、ケイスケのヘマがなくても取引は打ち切られていたかもしれないし、そう考えると意外とみんな割り切れたのかも。すごいですよね。でそれから最後には、ケイスケの主治医の古賀先生に新たな動き、アメリカのアルツハイマー研究チームからの誘いがあったようで、でしかも被験者の同行という話にも、つまり、アルツハイマー病の治療のための新薬開発に携わると、そしてそのまあ人体実験にはなるんだろうけど、いち早くケイスケにその薬を投与して、なんとか治すことはできないか、そのために一緒に連れて行こうということに、ただそうなると、ミュートは離れ離れっていうことにはなってしまうんだけど、ということで、ついに最終回、果たしてどんな結末を描いてくれるのか、なんかもう完全に治らない病気やと、初めはそう思い込んでたんですけれども、ひょっとしたら治るんじゃないかというニュアンスが出てきましたんでね、こうなるとね、いややっぱり治らへんかったっていう終わり方はちょっと寂しいような気がするんで、やっぱアメリカに行ってもうてね、薬がもうすぐできるかいうところぐらいまでで、でミユのこともまだなんとか覚えてる状態で、ひょっとしたらという期待を持たせつつ、終わっていくんじゃないかなと。決してミユのことを忘れた状態までは描かない。忘れたらダメでしょ。忘れてから薬できても何のこっちゃ分からないもんね。まあそういうことも考えると、もし離れ離れだったとしても、お互い空を見上げながらね、それこそビューティフルレイン、美しい雨を見つめながら、それぞれがそれぞれの笑顔を思い浮かべる、とりあえずはまあそんな期待を持たせた前向きなエンディングにしてしまうと。そうですね、そんな気はしますね。ね、うん、でも一方で、とことんあの二人は一緒に暮らすっていう、そんな選択肢はないのかと
アメリカに一緒に行くかもわからないですね、ほんなら。なるほどね、うん。父ちゃんの病気が治る。で、さらに、ミュウとは離れない。うん、それは、ミュウ自身がアメリカに行ってしまえばいいと。そういうことです。で、向こうで頑張って勉強して、うん、末はドクター。そうですよ。英語分かってる方が医者にもなりやすいわけですし。それこそ急に二十数年後かなんかに飛んでね、笑顔のミュウが父ちゃんの後ろ姿に優しく話しかける、でそれに笑顔で応じる父ちゃん、まあそこまで描いてしまうとあまりにもできすぎなんだけど、できすぎですね。まあとにもかくにもビューティフルレインの最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい、